教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よう、ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ。俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。よし、見せてやるよ。その程度で自慢さ。てめえ、くれ、やってやる。春日と勝つって言葉、
似てますよね。舐めろよ、くれる。やってやろう、くらいやがれ。くらえ、眠れ。やんのか。しんどいね。皆さん、とろくさいですね。やめんな。今までよく生きてこられたものだ。やってみろ。その程度で自慢されても困ります。ジャコメ、これ使って。これで元通りだ。今までよく使って。プレゼントだ。なめんなよ。危ねえな。行くぜ。エンドレスラー。なめんな。行くぞ。よっしゃ。行く。とかしないと。やるか。仕留める。ほら来いよ。俺の番だな。ぶちかますぜ。セーレア。こいつでどうだ。今までよく生きてこられたものだ。その程度で自慢されても困ります。今までよく生きてこられたものだ。やめんな。苦しむがいい。俺の番だな。その程度で自慢されても困ります。舐めないでくれる。皆さん、とろくさいですね。回復だ。来てみろ。調子が戻ったぜ。しんどいな。カスガとカスって言葉、似てますよね。ほら来いよ。回復だ。今までよく生きてこられたものだ。よっしゃ。セーレア。行くぜ。エンドレスラー。
セーレア！プレゼントだ。よし、行くぞ。よっしゃ、行く。ああ、くらえ、くらえ。これ以上は。その程度で自慢されても困ります。ほら来いよ。やってやる。ほらよ、俺の番だな。やってみろ。春日とカスって言葉似てますよね。その程度で自慢されても困ります。こっちで起きな。ジャンプ入りました。強くなった気がするぜ。よっか。やるもんですね。逃げるぜ、ナンバー。一番。立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ。やってやるよ。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたの。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。修行とサンゴロフス、ちょいったの辻馬。ほら、来いよ。私とっておきだ。やってみてよ。やってみよう。とっておきだ。やめろよ。おめでとう。見てなさい。なめんなよ。
めんな。とっておきだ。さんを探してることを最初から知ってても俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツのっていうか気持ちは同じだって。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番、しつけ、早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、総一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。超ストレス溜まってた。容赦しねえぞ。いや、とっておき。何や、一回見せてみてよ。俺の番だな。お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。
なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？ハン・ジュンギ、まだやんのか？알았다。ナンバは이젠초에서반드시잡아。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったのはそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、偉人町は無種の地となり、瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ。でもそれってクリーンな町になるってことでしょ？いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんた難波を探し続けるつもりか？当たり前だ。難波はまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても？当たり前だ。じゃあ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃあとはお互いの根比べだ。どっちが先に根を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもれねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスナ。はあ？今夜2時、中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すも、その人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ？さあな、俺に分かるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までなら、まだ時間あるよ。ああ。なら、それまでに調べときたいことがある。何？ナンバは、ホームレスになりすまして半年間、コミジュルを探ってた。そういう話だったな。うん、ソンヒはそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていれば、コミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか？ちょっと、今さら何言ってんの？私も行くに決まってるでしょ。
よう、さっちゃん。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の葉の件か。そう、さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それでどうだったんだ。うん、ね、なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でも菜の葉は絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。落ち着けよさっちゃん。落ち着いたって時間ばっかり過ぎていくだけで何の解決にもならないでしょ。時間が過ぎて秋になれば菜の葉も桂川とさよならするんじゃねえのか。は？なんで秋にさよならするのよ。女ってのは秋に心変わりするもんだろ。女心と秋の空って言葉知ってか。バカね。女心は秋空みたいにコロコロ変わるって意味よ。あ、そうなの。はあ、この状況でよくそんなくだらないこと言えるわね。どういう神経してんのよ。でもさっちゃんが落ち着いたみてえでよかったよ。ま、それは認めるわ。冷静になって考えないとね。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしても菜の葉を説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度と菜の葉に近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの。殴って脅して町から出て行かせる。それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの。ふん、らしくねえな、さっちゃん。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え？さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。やつには偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かにいけるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。
よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。お礼に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれって、たかし。おい、たか、バカ、よせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。たかしに見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ。文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。え、足立さんは高志が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前、恩をあだで返しやがって。高志、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ。表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。許さないよ。手加減しねえぜ。俺のとっておきだ。恐るなりました。どうするかね。こいつだ。来てみろ。ほら、これ見せてやるよ。キャッター入りました。俺の番組だ。どんな気持ちでこの20年間。おい、コウスケ。たかしくん。さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ。示談交渉ってなんだ。僕には全く身に覚えがないぞ。たかしくん、僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、たかしくん。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺がたかしに送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために
たかしはこの僕です。君がたかし？するとこっちは僕のルームメイトのコウスケです。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、コウスケは司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。たかし君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃたかし君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな足立さん。たかし君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろう。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いがたかし君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ春日。なんだよかしこまって。いや、お前といると大変なことも多いがなんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に乾杯。乾杯。いらっしゃい。ありがとうよ。
らっしゃいませ。ありがとうございました。ほろ酔いって感じね。いらっしゃいませ。いただきます。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。見下してみるか。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いい酒だったな。